い、どうも、ブンキャラです。皆さんお元気でしょうか？今からね、だんだん涼しくなってくると思うんでね、暑い中みんなよく頑張りました。何の話？あのね、今日はそんな話じゃなくて、今ね、ゆうやんと今ちょっと企画していることがあって、11月の11日、何曜日だ？11月11日の土曜日に、ちょっとゆうやんのチャンネルと、まあ僕のチャンネルで合同でオフ会、まあオフ会っていうほど大げさなもんじゃないんだけど、まあみんなで集まろうかっていう話が今あって、今回はそれの募集？参加？しての話かな。まあちょっとここでね、一応報告させてもらおうかなと思います。とりあえず今のところ決まっているのは11月11日の土曜日に大阪でみんなで会おうっていう話で、でなんかこうよくある大手 YouTuber さんとか大手の方のオフ会みたいな感じではなくて、まあ多分人数もそんなに集まらないと思うんで、まあみんなで普通に会ってみてワイワイできたらなと、うん、そんな感じで。で、まあ、俺とゆうやもいつもみんなに動画とかをね、見てもらって、コメントとかしてもらって、本当に感謝しているんで、まあ、その感謝の気持ちを伝えれたらなと。そんな感じで、まあ、集まれる人はみんなで集まろうかという話になっております。まあ、今、ゆうやんとも結構今、いろいろ考えてて、まあ、一応、プレゼント企画みたいなのも考えてるんで、まあ、ぜひぜひ、こう、参加してもらえたらなと思います。で、参加する方法なんですけど、この動画のコメント欄に自分のツイッターのアカウントの ID を書いてください。それで、まあ、書いてもらったみんなに、招待を、グループチャットの招待を送るんで、そこに参加してください。そこで、まあ、待ち合わせ時間とか場所とかを報告しようと思うので、このコメント欄に書いてください、アカウント名を。それだけでいいです。募集ってこんなもんかな。伝えることってこんなもんかな。特にね、ほんと深い、なんかこう、がっちりしたオフ会みたいな感じじゃなくて、多分まあ、よっ、ブンキャラってこんなのだぜ、ゆうやんってこんなのだぜ、みたいな、ほんとそんな感じになると思うんで、気軽に参加してもらえたらなと思います。ツイッターアカウント持ってないんで、どうしたらいいですかっていうコメントもあると思うんですけど、作ってください。作ってください。ぜひ、ぜひ作っていただくしかないですね。そんなもんかな。でね、もしかしたら、まあ動画を撮ったりすることもあると思うんで、まあみんな、マスクとかつけたい人はつけてください。僕らも多分つけてると思うんで、それぐらいですかね。で、あとね、その、招待されたチャット欄に、例えばこんなことがしたいとか、こんなことをしてほしいとかあったら書いてください。それもね、ぜひ、なるべくみんなの希望を叶えれるように、ちょっとゆうやんと話していこうかなと思っております。ということで、ぜひぜひ参加してみてください。オフ会チックなことやるよの動画でした。バイバイ。